今回はついに始まりました名探偵コラボなんで、今回このガチャ引いていこうと思います。で、良いキャラ来ていただくために用意したのが、まずカエサル、コナンと声優さん同じなんですよね。で、次に、彦星十郎、赤井さんと声優さん同じなんですよね。で、最後バーボン。で、確率はまあ 1.2.2 いつも通りかな。はい。まあ確率は多分、毎回見てるけど変わんない気がする。で、まあ一番やっぱ来てほしいのは、コナンと、やっぱり、安室さんかな。特にこれら複数体積むと、結構面白いことになりそうなんで、まあ、結構引いときたいっすねっていう感じ。なんで、まあ引いていこうと思います。赤井さんも、どんなの？群れたら強いけど、なんか、代用キャラが強いというか、ライバルがすごい強いんで、はい。ちょっとその辺どうなっちゃうのかなみたいな予感は結構する気がする。逆にコナンと、安室さんはそんなに強いライバルあんまりいない。いや、そっか。まあ、星4号のキャラがね、ハイラン、ハイバラ、ハイバラ、はいはいはい。で、選んで星4号キャラたちですね。はい。で、これ止まって、出てくるのは、ふっ。会いたかったぜ、シェリーみたいな。なんで、ちょうど今、ハロウィンの花嫁見てきたばっかだからね、今日ついさっき。ほんの3時間ぐらい前に見てきたばっかだから、ちょっとタイミングして、はぁ、あ、いや、うわぁ爆死したら殺すでみたいな、そんな感じですね。いや、今日、ずーっとひたすら、もう、守護獣適当に回りながら、あれ貯めてたもんね、はい。いや、プールで、その見てないコナンコラボの映画見てたんですよね。だから今日見てたのは、カラクレナイと、なんだっけ、あと、純国のナイトミアと、チェイサーと、おいやいや、来ました。いや、安室さんはもうどんだけ持っててもいいからね。はい。なんでそんな感じっす。とりあえずこれ1体出ました。あとはコナンコラボの確定演出も絶対あるはずだろうから、それもちょっと動画で見せておきたいですね、なんだかんで。いや、でもハロウィンの花嫁、なんかレビュー見てると、ネタバレなしのレビュー見てると、なんか結構評判良かったっぽいんですよね。なんかその、最近の映画の中だと一番良かったみたいな。レビューちょこちょこあったりしたから気になってたんですけど、確かに、まあ、個人的にも良かったみたいな。おいや、これ止まったってことは、頼む、コナン君！お！いや、頼む、コナン君！コナン君！おー！キャスバルさん！はい。で、キャスバルさんとコナン君ね。はい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 。いや、でもやっぱり色々見てるんですけど、なんかね、ちょこちょこ思ったのは映画？まあ、今日だけで多分4作ぐらい見てたんですけど、フールとハロウィンとかもろもろ込み込みで。なんか最近の映画見てて思うのは、やっぱりなんか、あれよね、アクション全振りみたいな。なんか、いや、ちょっとそこでコナン君そんなことできんのみたいな。なんかそういうツッコミなんか入れながら見るのを逆になんか楽しむ映画みたいな感じになってるような気がする。ちょっと昔の銀翼のマジシャンとか見てたんですけど、意外と、なんていうか、最近の映画に慣れすぎてる。あれなんか思ったより物が壊れないなみたいな。もう逆に最近のコナンなんて冒頭に紹介された建物は、あ、多分今回これ壊されるんだろうなみたいな。なんか、そんな予感が立っちゃうもんね。はい。はい。お！止まったってことはコナン君か、キャスバルさんか。お！お！サブ端末が何もいいの出ないんですけど。で、はい、出ました。で、大木安原さん。いや、これもう、どうなんだろう。まあ、進撃の巨人のネタバレみたいな感じになってる。ちょっと、進撃の巨人もネタバレになっちゃうから言えないけど。まあ、なんで大木安原と赤い周一全然見た目違うのかっていう、もうこれ。もう半分、なんか、ネタバレみたいな感じになっちゃってるもんね。進撃の巨人のベルトルトみたいな感じ。はい。うん。だって、いやでもこんだけ引いてるのに本当に確定数出ないね。で、今の状況はコナン2体。でもサブは、一番左のサブは、もう、正直これもちょうどいい感じですね。さあこれで、どうなんだろう、やっぱりサッカーボールになるみたいなオーブが。はい。それか一系みたいな。っていうかコナン君はなんか珍しく、友情にボイスがついてるタイプだから。いや、これ、正直めちゃくちゃもっと行きたいね。はい。仮名コナン君、でっかいコナン君、みたいな。あと、工藤新一の回が、ちょっと、影も形もない。あー、やべ、爆死したら殺すで、あー、爆死いや、星4号は出てるけど、いやー、これはちょっとよろしくないでしょう。もう実質爆死みたいなもんだもんね、最近の星4号なんて、最低は。はい。で、これで、お、これは、あー。いや、もうちょっと前回のほら、鬼滅コラボの第2弾、この演出から、煉獄さんの煉獄列車始まったから、はい。いや、ちょっと期待したんだけどね。で、これ止まるってことは、あ、もうこれ一番左はもうコナン君出るんじゃないの？ああ、違います。で、はい。お！いいんじゃない？いや、でもコナン君が全然出ないの。コナン君が、なんかその、夜一さん SS、めちゃくちゃ減速率低い減速よみたいな感じだから、すごい、もっと期待んですけど、ああ、全然出ない。
で、アムロさんもなんかループできそうだから、即必殺アムロさんと、過激マシマシアムロさん。まあ、使い分けそんなにする必要なさそうだけど、ちょっともっと期待もね。いや、全然出ねえし。はい。で、実際これで今何連引いた ?400 個ぐらい使っ、ん?違う。200個、200個、800個ぐらい使って。まあ、全体2体ずつぐらいか。はい。で、最近の映画、ちょこちょこ見てたんですけど、ヒーローの弾丸とか、あとなんだっけ、ゼロの執行人とか、あと、なんだっけ、純国のチェイサーとか、ナイトメアとか、いろいろ見てたんですけど、ほい、ほい、ほい。いや、なんていうか、意外と、純国のナイトメアみたいな感じの方が私好きかもしんない。なんかその、トリック、うんぬんと、あ!あ、来た来た来た、これ、ちょっとボイス、音出るかな?おお、あれもしかして BGM これこの状態になったら変わる？これ俺は名探偵工藤新一。おお、いやいや、いいですね。この BGM から安室さん出てくるみたいな感じでちょっと悲しくなっちゃうもんね。やっぱこれサッカーボールになると、ちょっと待って、これもしかしてこの BGM 使うと著作権ブロックみたいな。ちょっとやべえ、これもしかしてこの演出出た瞬間私 BGM 変えなきゃいけないパターンあるかもしれない。頼む、出ないでくれ。よし、あぶねえ、もしかしてこれ。いや、これある意味、運営さんからの、もう YouTuber への嫌がらせみたいな、俺たちも、なんか私たちも、なんだ、なんだっけ、著作権ブロック。もうおー、コナン君、コナン君、頼む、コナン君。おーし、で、コナン君で著作権ブロック食らったから、お前らも食らえよ、みたいな。いっけーみたいな感じで思ってんのかな。はい、はい、はい。お、はい、わら。いいね、並んでる、会いたかったぜ、シェリー、みたいな。はい。でもなんか映画見てるとさ、灰原の扱いと赤瀬博士の扱い、ちょっと雑じゃないって思う時あるんですけど、なんか、とりあえずコナン君困ったら、灰原に電話して、これちょちょいと調べといてくれ、じゃあね、バイバイ、みたいな。なんか、すごい、で、はい、博士もそうだもんね。はい。いや、博士の扱いが全体的に雑かな。なんかクイズも、はぁ、はいはい、またクイズね、みたいな。いやもう、博士のおかげでどんだけ命助かったんだよ、みたいな感じだもんね。博士からした。はい、はい。ん?あ、コナン君かな?頼む!コナン君、来てくれー!あれ?はい。え、結局今どうなってる?でもコナン君多分まだ艦隊組めるほどでは出てないよね。はい。頼む!これで!てーてーてー。ふん!で、この状態でしょ?まだ待ってます。でも、まだ、たかがメイン端末がやられただけだから、あと、まだサブはもうちょい引けるもんね。で、一応コナン君は艦隊組める。いや、ダメだ!アムロさんが全然ない!っていうか、コナンからを、いや、つうか、よくよく考えたら私400個も使ったのにアムロさん出てねえし。っていうか、むしろ引き悪いし。頼む!ここで爆死したら、殺すで。お!もうぶち殺って言う直前だけど。ほい!おー、いいね。おー、シュワマオビオン。で、これで、はい。で、これ回ります。どうだろう、今これでどういう状況になってる。まあ、とりあえずメインはアムロさん絶対持っときたいから、もうちょい引くんすけど、ほい、まあ、エルマコにいるか。で、そしたら、サブ機はもう引かなくていいか。で、これもアムロさん持ってないから、ちょっと私気になります。こっちはもう全部持ってるから気になりません。だから、もうちょびっと引かないといけない。いや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 。さあ、2万円課金してきました。第2ラウンドと行きましょうか。ほい。いや、頼む、止まったらもうこれアムロさん確定みたいなもんでしょ。頼む、止まってくれ、止まれ。頼む、止まれ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 。これはエヴァじゃなくて銀翼のマジシャンの最後のところっすね。止まれ、止まれ、止まれ。あー、止まらない、クレーンにぶつかりちゃいました。どうしよういや、こういう時多分アムロさんピックアップで引くのが、こういう時どういうギャチャ引けばいいのかわからないなんていう人は、まあアムロさんピックアップ引けばいいんじゃないのかな。でも個人的にはどうなんだろう、まあコナンとアムロさんが今回結構評価高そうな気がする。まあ、ちょっと、赤井さんはライバルが強すぎるっていうマイナス点がものすごくでかいから、持ってなかったら赤井さんすごい強いんだけどね。はい。はい。はい。え?え?お!いや、違うんだよな。もうコナン君は割と持ってるから、もういいんだよな。で、これで今、だから、本当に安室さんだけが、安室さん3体だから、3体だ、安室さんトリプルフェイスだけに。いや、ちょっと、ホースフェイスにしたい。はい。でも結局コラボ確定のやつ本当に出ないね。オーブも。いやでもこれやっぱりサブ機使って、サブ機こんだけ使ってやっとなんとか艦隊だから、やっぱ1端末でもやってる人すごいね。
っぱだからオーブ、まあ、配ったらいいなみたいな。でも運営さん配らないのどうなんだろう。やっぱサブ機持ってる人が恩恵でかすぎ問題がやっぱ出てくんのかな。はい、でこれで、はいはいはい、でこれやります。いやー、多分止まってくんねえかな。止まったらもうほぼほぼアムロさんみたいな、アムロ行きまーすみたいな感じなんだけど、はい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 、あー、アムロ行きませんちょっとコナン君しか出ないんですけど、ちょっと待って、本当にこれもうアムロピックアップ待った方がいいかな。いや本当だったらいいんですけど、いやちょっと使ってみた動画もう即厳選して、いやちょっとアムロループしたいもんね。はい、いや、なんとかどっちかでいい。もう、メインで出なかったら、もうメインで、裏でこっそり、あれするから。あ、そういえばコナン。なんかその、ガミ君は今回、江戸川コナン、運極さんみたいなタイトルで、運極出しそうみたいなこと言ってる人もいたんですけど、いや、運極にしないね。先に言ったこと。いや、ちょっと、ガチャゲン運極は、やっぱ作って思うけど、もう、自己満9割みたいなところが多いんで、はい。自己満9割みたいなのがすごい高いんで、で、あと、お金もすごい使うから、いや、そんな運極ばっかしてると、私生活できないから嫌ね。頼む！アムロさん、お、いや、これちょっともうちょい引きたいな。なんかメインで出ないのすごい私気になります。はい。いや、もうあれれおかしいよ、みたいな。なんでメインでこんな出ねえの？ちょっと、頼む、コナン君、なんかやってくれ！いやー、これもう、コナン君も言うでしょ！あれれおかしいよって。なんでアムロさんこんなに出ないの？みたいな。いや、本当にお願いって。っていうか、めちゃくちゃオーブ使ってるのに、ケクロとかアムロさん4台しか出てない。ちょっと、わかった、もうこれ出なかったら、もうちょっと時間長くなりそうなんで、もういいや、裏で動画ピックアップの時に、アムロさんもう引きます。まああとあれだしね。今回は名探偵の書で英雄の書もたくさん配られるから、まあ結構出まくっても、いろいろ厳選分けられそうだからできるもんね。即必殺コナンくんとか、あとチビヤシコナンくんとか、チビだけにみたいな。はいはい、頼む、止まれ止まれ、クレーンにぶつかる、ジュージュー。